東日本大震災で被災した岩手県の三陸鉄道南リアス線で26日、車内でカラオケを楽しむ歌声列車が震災後初めて復活し、乗客が自慢の歌声を響かせました。歌声列車は岩手県大船渡市の NPO 法人夢ネット大船渡が震災前定期的に実施していたものです。南リアス線が津波被害で全線不通になったのに伴い中断していましたが、今月盛駅と吉浜駅間で運行が再開したことから、およそ2年ぶりの復活が実現しました。列車はおよそ50人の参加者を乗せて盛駅を出発。カラオケの準備が終わると、参加者は次々にマイクを握り、車窓の景色を楽しみながら思い思いの歌を熱唱していました。